はい、お願いします。よろしくお願いします。今日はなんと寺子屋東京から、はい、いいですね。もう先月オープンします。はい、はい、おかげさまでクラウドファンディングでね、応援していただいたね、寺子屋東京オープンするんで、何か皆様にね、若い子特に活用してほしいですね。今日はね、なんかいつも質問に対してアドリブで答えるっていうのをあれやってるんですけど、今日はなんかちょっと僕からお伝えしたいことがあって、なんかまあこれなんかここで流すかめちゃめちゃ迷ったんですよ。そもそもやっぱ僕の YouTube 自体これ無料でいいのかっていう声もすごい多くて、でまあでもこれはなんか考え方とか本当にマインドセットとか、こういう風に生きていったら人生豊かになるよとか、うまくいくよとか、まあ、人に愛されるよっていうのをすごい話してきてやってきたんですけど、まあちょっともっと掘ったなんか YouTube の質問でもあるじゃないですか。もっとなんか具体的なことも教えていただきたいですとか、辻さんじゃあどうやって美容室広げたんですとか、どうやって飲食店出すんですかとか、どうやってじゃあ従業員をこんなにもリクルートできるんです、集めれるんですかっていう質問ってすごい多いじゃないですか。でもそれって今までここであんまり話しなかったっていうか、なんかそれはなんか無料で話せねえよっていう、まあ企業秘密の部分、そうそうそう、俺もお金かけてきたよみたいな、俺もそこに試行錯誤して失敗をしてお金かけて無理、いい方法と悪い方法っていうのを選別して、やっといい方法っていうのをこう手に入れて、それをやって今この実体験として実体験があったからこうできてるっていうのがあるんで、それは無料で配信できねえよっていうのが正直あって、全く見知らぬ人に無料でそこまでやるのかっていうのがあって、それはちょっと今まで配信してなかったんですけど、今回ね、まあニコニコ動画でね、僕も新たな挑戦ですよ。ワンコインで具体的なことまで話していくっていうのをコンテンツをまた YouTube と別に作ろうと、はい、思って審査もね無事受かりましたんで、はい、それはまあ1月の末ぐらいですか、2月ぐらいですよね、2月ぐらい開始できたらいいなと思ってるんで、まあぜひこの YouTube を見てくださってる皆さんがね、まあもっと具体的に聞きたい、もっとビジネスのこの辻さんがやってるような裏はどうやってこう人を引き寄せたりとか、どうやって店舗展開してるのか、どうやってこの成り上がったのかとかを聞きたいってねいう方がたくさんやっぱ多くいてくださってるんで、なんかそれを教えるっていうか、まあそれをアドバイスできたりとか、それでなんか考え方が変わってなんか豊かになる人が出てきたらいいかなと思って、それを始めます。はい、でそれも始めるにあたって今日はね、せっかくなんでこれの報告だけじゃ終わったらさすがに YouTube じゃないと思うんで、まあ一つね、まあもうこれサービスですよ。はい、もうこのコロナ禍ですしね、なんかマネタイズの仕方ってみんな気になってると思うんですよね。はい、まあ皆さんね、給付金くれとかまあ騒いでますけど、今日まあ Twitter とかニュース見たらいやもうそんなんそこの目先の10万もらったからってどうなんだよって話なんで、なんかそれよりも自分が10万稼げる実力をつけろよっていうね、はい、ふうに僕は思うんで、結局じゃあその10万もらったからどうなるのって、じゃあその10万なくなったら終わりじゃないですか。そこからも途方に暮れるわけですよ。でも10万の稼ぎ方を知っとけば結局その10万なくても自分で稼げるわけじゃないですか。このコロナ禍でも結局この日本って今コロナ禍ですごい、まあ世界中ですけどおそらく貧富の差がすごい激しくなる、この時代がやってきて、でまあ土の時代から風の時代って言われてる中で、やっぱりすごい貧富の差がめちゃめちゃ激しくなるからと、もうほんまに貧乏な人とお金持ちがすっごい分かれるからと、もう差がますます激しくなるかなと思うんです。まあこれはもう事実だと思いますし、もうそれって始まってると思うんです、でこうやって YouTube 見てる間にももう始まってると思うんです。なんでそこをなんか今日はちょっと具体的な、まあ、踏み込んだ、今まではちょっとあんま YouTube では話せなかったんですけど、ちょっと踏み込んだ話できればなと思うんですけど、やっぱりその一番今みんなが不安に思ってる気になるやっぱお金ですよね。お金ってやっぱ外せないっていうか、まあ生きていく中ではとか幸せになるには、選択肢を増やすにはっていうので生きていく中でお金は絶対必要だと思うんですけど、これ経営者の方ももちろんそうやと思うんですけど、サラリーマンの方も聞いてほしいんですけど、まあ本業でマネタイズするなと思うんですよ僕あんまり。まあこれどういうことかっていうと、今まで本業でマネタイズするなでうっすら喋って終わってたんですけど、今日は掘り下げていきたいんですけど、じゃあどういうことかっていうと、例えばじゃあまあキングオブ西野さんとか堀江さんとかもそうですけど、なんか日本の今成功してる人たちってすごい本業であんまりマネタイズしないっていうか、じゃあ堀江さんって何やってる人なんですかって言われた時に分かります？あんまり分からんと思うんですよ今の若い子って。確かに正直僕もあんまり分かってなくて、じゃあキングコング西野さんって何やってる人ですかって言われると、オンラインサロンとか、まあ煙突町のプペルっていう映画を作ったりだとか絵本を描いたりしてる方かなっていう感じじゃないですか。でもそうなるって素晴らしいじゃないですか。だからなんか結局でも堀江さんって僕も分からないんですよ、本業何か。でも今稼いでるのは多分オンラインサロンであったりだとか、まあ、講演したりとか、まあ、あの人と食事行くのは何十万円っていうのをやっぱ売ってる、自分を売ってるじゃないですか、そっちのイメージの方が強くなってるんですよ、でキングコング西野さんも芸人さんじゃないですか。そうですね、もともとは、はい、でも芸人さんで今じゃあテレビ出てお金稼ぎに行ってるかって僕言ってないと思うんですよ、でもテレビには出始めてるじゃないですか。またこれなんでかっていうと、やっぱテレビ出ることによって他でマネタイズする、だからあの人の本業って芸人さんじゃないですか。でも芸人さんとしてマネタイズしてないっていう、もちろん芸人さんとしてある程度成功するっていうのはもうこれはもうもちろんですよ、経営者としてある程度成功するっていうのはもう大前提なんですけど、やっぱりみんな今皆さん成功されてる方って本業でマネタイズしすぎてない、もちろん本業で利益上げたからこそ教えれることやと思うんですけど、それはもう最低条件なんですけど、やっぱりそこを見据えて起業とかしちゃうと僕は失敗するのかなって正直思ってて、だから例えば僕で言うと美容室とか、まあ、飲食店やってるわけじゃないですか、まあ、ジムとか、まあ、いろんな今手掛けてるわけじゃないですか。でもそれだけでマネタイズ正直考えてなくて、だって普通になんかバカじゃないですか。例えばじゃあ僕美容室2000万円で出資して出すとします。じゃあ利益月100万円上がります、じゃあ回収するのにどれぐらいかかります ？20 ヶ月、じゃないですか。でも僕って20ヶ月経つ前にまた出すんですよ、これいつ回収できるんですかって話なんですよ、で税金の問題も出てくるじゃないですか、じゃあこれいつ回収するんですかっていう話で、結局僕のやってることって終わりがないんですよ、ゴールがないんですよ本業では、じゃあこれ100店舗出したとこで僕赤字なんですよ、僕の会社多分出資するから、これ絶対赤字なんですよ、だからどっかで僕今思ってるのがフランチャイズ展開したりとか今やれてるじゃないですか、とかしないとこれずっと一生出しっぱなしの状態が続くんですよ。確かに、はい、だからみんなすげえと思ってるかもしれない、こんなスピードですげえって思ってる方もすごいね、すごいありがたい話なんですけど、これって僕やってることってあまりお金儲けじゃない、っていうかお金儲けになってない、詳しく言うと、別にそこで利益出たとこでじゃあ2000万円利益出ました、そのいつも出しちゃうから、で税金のことを考えるともう赤字っていうか、会社にもお金残ってない、じゃあ何をするかって、その成功した例をフランチャイズで売るとか、これまあ本業以外ですよね、とか、そのノウハウを要はもう分かりやすく言うとこのニコニコ動画月額500円ですよ、これでマネタイズできる、あとオンラインサロンや企業サロンにそのノウハウを知りたくて学びに来てくれる方もいる、講演会にお金を出してその話を聞きたいって言って来てくださる人がいる、そこでマネタイズってできると思うんですよ。なるほど、だからなんか本業で儲けようと思いすぎない、もちろん本業で利益出さないと説得力がないんであれですけど、本業で利益を出すことがゴールになってる方がすごい多いなって思ってて、でもそれがゴールになると今後の時代多分おそらくバーンとはいけない、なんでかというとライバルもいっぱい多いから、そういう会社って当たり前にあるじゃないですか。じゃあ美容室で利益2000、月100万出しました、じゃあ20ヶ月貯めてそれをもう1店舗出しました、でまた20ヶ月貯めて美容室出しました、これって素晴らしいことですけど、マネタイズってできないですよね、お金残んないですよね、普通にどう考えても、攻め続けると、で銀行からお金借りました、返さないといけないですよね、じゃあ結局借金ですよ、自分のお金でやってないんで利益じゃないですよね、じゃあマネタイズできないし、まあ、勘違いして融資降りたらこれ自分のお金って遊ぶ保険の人いますけど、そういうのは絶対もう潰れるんで、ちゃんとやってる方は分かってると思うんですけど、あれ借金なんで全部、コロナ禍で融資が降りてるあれも借金なんで、3年間据え置き2年間据え置きっていうの出てますけど、これいずれ返さないといけないお金なんで、勘違いしちゃダメですよね、まあ本当にバカはこれでビットコイン突っ込んだりとかしてると思うんですよやっぱりじゃあ例えばもう一つ案を出すと分かりやすく言うと、じゃあ格闘家とか今ライジンとか K-1 とか、まあ今盛り上がってきてるじゃないですか格闘技界って。で格闘技界もそうじゃないですか。じゃあ例えば今活躍してる朝倉未来選手とかね、朝倉兄弟とか、まあ那須川天心選手もそうですけど、まあいろんな選手いると思うんですけど、じゃあ例えば朝倉未来選手で YouTube すごいですよね、で商品とかもいっぱい出してますよね、結局これなんですよ。ライジンでまあ勝つのは前提ですよ、強い朝倉未来しか見たくないから多分みんな、でもライジンで勝って、まあ分かんないですよ、ファイトマネーがいくら出てるとか、じゃあライジンの試合出たらどれぐらいお金もらえるとか分かんないですけど、おそらくそれよりも収入は YouTube の方が高いですよね、間違いなくマネタイズのところでいうと、ライジンで1試合するのと YouTube の収入、絶対 YouTube の収入が高いですよねって僕思うんですよ。ってことは朝倉未来選手とか格闘技選手も最近本業でマネタイズしてない、もちろんでも本業で強いのは前提ですよこれはもう、強くないと説得力なくなるから、人気出ないから。でも他でマネタイズを考えてね、格闘家で YouTube っていうのを批判されながらもやったあの人の勝ちなのかなって思うんで、なんかそこをなんか例えばじゃあサラリーマンの方もいるとしますよ、うん、まあこれちょっと、ね、サラリーマンも副業できる方とできない方って2通りあると思うんで、じゃあできる体で、ね、うん、話しますよ。じゃあ、サラリーマンの方も最近 IT が多いじゃないですか。 IT でまあ儲かると思う、 IT 会社で働いてます、でそこだけの収入ってもうアッパーがあるわけじゃないですか。どんだけ活躍しようが、うん、結局じゃあ年収1000万やったら1000万からまあ上がらないわけじゃないですか、うん、部長とか課長なんてもそんな上がらないわけですよ。年収1億にはいかないわけですよ、うん、って考えると他でマネタイズ考えないといけないですよ、うん、そこで得た情報とかそこで得たノウハウとか、能力を他でマネタイズすればいいじゃないですか、うんうん、だからなんかそれを皆さん意識してないのかなっていうのがすごいあって、うんうん、だからまあこれはキングコング西野さんもめちゃめちゃ言ってたんですけど、うん、阪神タイガースってあるじゃないですか、うん、阪神タイガースってすごい今人気球団じゃないですか、うん、で人気球団じゃあどこで収益得てんだってなるじゃないですか、うん、あれ席って別に決まってるじゃないですか。5万5千に入ってももうそれがアッパーじゃないですか、うん、じゃあそこからどう稼ぐのかっていうのでやってるんで、阪神甲子園球場で一番収益が高いのってジェット風船なんですって。へえ、ああもう毎回ね、そうです、毎回だってラッキーセブンになったらジェット風船がで、あれって別にジェット風船上がるじゃないですか、で落ちてくるじゃないですか、もう一回しないでしょ、もう汚いですもんね、持って帰るってならないでしょ、誰のか分からないからリサイクルしないでしょ、うん、ってことはあれってもう完全に捨てるわけじゃないですか、うん、ってことはまた次買うわけですよ、うん、ってことはそこでマネタイズできてるんです一番の、うん、だからそういうふうになんかちょっと視点を変えてやっぱ他でマネタイズしていかないと今後の時代は生きていけないのかなと思いますね。新庄さんがそれを昔野球はバイトって言ってましたもん。あ、本当ですか、はい、でもそうですよね。結局新庄さんとかもそうじゃないですか、うん、結局まあ僕が見る中本田圭佑さんもそうですよね、うんうん、やっぱり他でマネタイズを考えてますよね、絶対しっかりと、うん、選手だけで終わらない、うん、ことを考えてるんで、だからそれを考えてすごい格闘技するのとか、それを考えて野球するのとか、うん、それを考えて経営者していくっていうのはまた別だと思うんですよ。でも中にはこれって今までの時代批判されてきたんですよね、うん、お前本業できへんのに何やんねん。もちろんそうですよ、本業あってからこそですよ、うん、本業で利益出してからですけど、まず本業のサラリーマンの仕事だったら本業のサラリーマンの仕事をしっかり習得してからですけど、その次のことをやっぱ考えとかないと、うん、今後やっぱ生き残れない、うん、って思うんですよ。ともう一つね、分かりやすい例を例えるとディズニーランド、皆さん知ってますよね絶対ね。ディズニーランドもそうやと思うんですよね、まあ、ディズニーランドも僕行ったことありますしあれなんですけど、ディズニーランドも結局コロナ禍でもおそらく売り上げ上がってるんですよ、うん、なぜかというとディズニーって今一番の大ダメージ受けるはずじゃないですか。でもあの人たちもやっぱり賢くて多分他でマネタイズ絶対してると思って、僕調べたらやっぱディズニーって結構看板売ってて、結構権利売ってて、ミッキーの権利とか、ディズニーのキャラクターの権利って売っててある、売ったりとか広告に使うだけでお金取る、まあ要はフランチャイズですよ。ディズニーランドのフランチャイズ、ディズニーランドでディズニーランドは出させないけどディズニーランドに出てくるキャラクターは使っていいよみたいな、それからお金いただくよっていう、こうそれはいただくよっていう、まあ一種の芸能事務所みたいなことしてるわけですよ、あの人らも。もう人じゃなくてキャラクターを売ってるわけですよ。だからやっぱ素晴らしいなと思って、やっぱそういったふうにやっぱでかい大手企業とかはもうそれを多分そもそも僕らが知る前にもうやってた、自然にやってた、だから生き残ってるしダメージまあ受けてますけど生き残れるっていうことだと思うんです。だからそれも含めてやっぱマネタイズは本業だけでしない、ディズニーランドの本業でいうディズニーランドですよ。だってディズニーランドにお客さん来てもらってディズニーランドのお土産買って、まあお土産はまあ本業ではないかもしれないですけど、まあ、ディズニーランドに来てもらってアトラクションに乗ってもらうっていうのがやっぱディズニーの一番のこの売りっていうか本業じゃないですか。それを楽しんでもらうっていうのが、でも結局裏側ではそうやってキャラクターの権利を売ったりだとか、まあ、お土産を売ったりだとか結局してるっていうことにやっぱ僕らコロナが来るまで気づけてなかったっていう、これがやっぱ大きな間違いだったっていう。で今成功されてる方とか上行ってる方ってやっぱもうそもそもこれをもう自然に気づいてやってたっていう、やっぱそれはすごいね最近ね僕は思ってたことです、はい、なんでまあこういうのをねなんかニコニコ動画で上げていこうかなと、もっと掘りますけど、もっと踏み込んでいきますけど、まあもうちょっと見たいなってところで終わるからみたいな、じゃあ具体的にはどうなのっていうのを言えるかなと。なるほど。そこででも本当そうでしょ、今言われてみれば今売れてる芸人さんとか、今売れてる何々さんって、他で絶対マネタイズしてますよ。テレビ出ることだけの収益で生きてないですよ。確かにテレビ出ることで知名度上げて YouTube につなげるとか、テレビ出ることによって知名度上げて要は広告もらうとか、オンラインサロンするとか、講演するとか、食事会開くとか、イベントするとかディナーショーするとか、結局そこにマネタイズ持っていってます、絶対に。なるほど、うんうん、コンサートもそうですよ、うん、はい、やっぱりコンサートを開くだけじゃなくて、うん、コンサートを開くことによって他でグッズが売れるとかね、分かりやすく言うと、うん、他でやっぱマネタイズしていかないと、うん、本業一本でこれ俺はやるんだよって、これも頭固い考えで、うん、これでも40歳50歳の人が見てたら、うん、頭固い方、まあ、正直言い方悪くすると多いと思うんで、うん、何言ってんのこいつと思われるかもしれないですけど、うん、今からの時代これじゃないと生き抜いていけませんから、うんうん、100%、うんうん、結局芸能界とか芸能人とか、まあ、文化人さんいっぱい僕も知り合いいますけど、やっぱ成功されてる、今の時代で成功されてる方ってやっぱそれが多いですよね。うん、うん、まあ、それの代表がやっぱホウレイさんとかキングオブ西野さんじゃないのかなとは思うんですけど、うん、はい、やっぱすごい最近は学びになってますね、うんうん、なんでまあこういう動画を月額500円で月、4本週1回、うん、もっと踏み込んでいったのかなとは、はい、思ってますよ、はい、これ本当は500円で喋りたくなかったんですけどあまり高いお金取るとあいつこれでまた儲けようとしてとかぐちぐち言われるんで、はい、でも僕らってこれ喋るのって中には「お金取るの?」って人いると思うんですよね、うん、でも取るに決まってるだろっていう、うんうん、俺どんだけ失敗に経験にお金使ってきたか、それでもこの話だぞっていうことじゃないですか。時間とお金どんだけ投資してたと思ってんねんって、それをタダで教えるわけないやろっていう。それがでも500円ってね。そうです、まあワンコインなんで、まあ誰でもいけると思って、僕はね言い訳されない額が良かった、うんうん、言い訳できないじゃないですか、うん、月額500円で1日、18円ぐらい17円ぐらいチューイングガム1個我慢して、うん、学びに使えっていう。いやもう小学生でも払える、はい、小学生でも払えますよ本当に、うんうん、4本とかだと1本100円ちょっとですよね。あ、そうですそうですそうです、うん、はい、それはやっぱしっかりジュース1本我慢してっていう、うん、ジュース1本我慢してもっといい飲み物飲まないっていう将来ね、いいっすね、目先の楽しさじゃなくてもっと先の楽しさ取りに行かないっていうことで、それをやりますんで、なんかまあこれはすごい皆さんにこの YouTube を見てほしいですし、まあ、ニコニコ動画もぜひね登録してもらって、すごい有益な情報を渡せる自信ができたからお金を取ろうっていう決意しただけであって、うん、特にやっぱ今そこで困ってる人とか悩んでる人すごい多いと思うんで、はい、そこをね僕の経験とか、まあ、知識とか知恵とかをね喋れたらいいかなと思ってこれをやることに決めました。はい、やりに行きます、はい、はい、なんでこれを見てくださってる皆さんぜひね、まだやり方は後ほどね、はい、お伝えすると思うんで、概要欄にもこれ貼れますもんね、まだね、はい、まあでも概要欄がまだかこれを流す頃にはまだできてないと思うんで、うん、また後ほどね、はい、まあ僕のインスタグラムであったりだとか、うん、まあ YouTube にも貼るようにしますんで、うん、ぜひ登録してくださったらなと思います。はい、以上です。これぐらいの触りで今日はいいでしょうか、うん、はい、はい、答えはあえて言わないでおきます。あはい、はい、じゃあニコニコ動画で、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。